とりあえず墓地を巡ってきますか。お、開いてんじゃん。あ、ある。黒焦げの鍵。どこで使うんだ、これ。まあ、普通に考えて墓地で手に入れたから、ここのしまってたとこか。まずはチーズ見回りご苦労様です。帰った？帰ってる帰ってる。おう、まあ一つずつ詰めていこう。ここはデスルーラーうまく使えば。デスルーラーうまく使えばってね、死んでんぞ。まあ右奥まで行ってみましょう。ネズミくん。ネズミはええんやけどな。よし。はっ。ネズミはある一定以上離れすぎると消えるからね。追わなきゃハドソン。もうええんやで。パズルのかけら16、あと3個。もう一箇所もね、犬のところにあったんで覚えてはいる。頑張りすぎあいつら。実質あと2箇所だね、分かってない場所は。あとは青い花が多分一箇所どっかにあるはず。ケツからも来てる。そうか。まあ、水持ったゆっくりプレイがなければ難しいことないね。アマちゃんが。これも10円じゃなかった。うん、問題なし。次行くぞ。おー、久しぶり。またこのお化け。顔見せい。消えた。なんかある。マッチだ。古い看板。この村跡地、侵入禁止。まあ、気にせんですけど。
幼女は細かいことは気にしない。だって幼女だから。ここは徘徊お化けが、ね、大量にいるんだよ。そしてマッチは一本火事の元。普通に考えてね、あの鍵のところまで飛ばしてもいいのかなって気はするんだけど。まあ、ネズミくんもいるかもしれんので。いるだけ。あいついるだけ。ないね。おう、インドラ橋してる人いる。人？セーブポイント戻ってくるのといい。おお、消えた。シュン。ドラゴンボールみたいな消え方しやがった。なんか石かマッチかぶん投げてみる？もう消えちゃったけど。お、アイテム。丸まった手紙。女の人のお化けが落としたくしゃくしゃの手紙。僕もあなたに会って渡したいものがあります。これ、取り漏れてたやつか。だな。ストーリーの時のアイテムだね。まあ、綺麗に埋まって。気持ちいい。こっちのルート行かなかったのかな、もしかして。もしか電気消してたのか？さあ、みんなもここでキャンプしたいよね。俺は絶対にしたくないですけどね。一周してから考えましょう。しかね、マッチ一発しかないけど何に使うんだろう。あ、そういえばここ、こいつ、これ奥になんかありそうだけど、何にもなさそうでもある。お、まあ、ここまで来ればそこのセーブポイントからすぐ戻ってこれるんで、死ぬのも怖くなくなったね。の戻り道、さっきの手紙があったところ、多分ね、この辺来て、あー繋がってるだけじゃんって即帰ったんだろうね。あの手紙取れてなかったのは。あの知ってた、次はこの鍵で開くところ。さてさて、行きましょう。結構奥の方だったね。
さあ行きますぜ。ここですな。ですな。鍵かかってんじゃん。開いてんじゃん。さあ行くぞ。普通に来てる。あ、これ風竹市場で見たことないこれ。とりあえず行き止まりに行くと安心する。お、開いてないね。抜けれるこれ。よし、抜けた。開いてんじゃん。来たか。マッチもあるよね。どっち？こっちやんな、多分。お侍さん、ああ、二人は出会えたんだね。二人は幸せなキスをして終了。これでよかったのかな。いつの間にか何か落ちてる。もらっておこう。紅白の髪飾り。赤と白の線が入った髪飾り。髪のような素材なのでとても頑丈そう。あの男の人と女の人の化けはどこへ消えたんだろうか。ご休憩中だよ。言わせんね。あれ、こっちも消えてる。さあ帰ろ。あいつバグったかな。おー、なんかいる。やった、あれ？よし。ハマチじゃなくてハマグリがいるね。開けろ。開いてんじゃん。青い貝殻、緑の貝殻、じゃあもう一個は赤い貝殻がありそうだね。お、なんかある。トロフィーだ。トロフィーをゲットしました。光ってて重たいトロフィー。銀トロだこれ。拾った場所は町の中で人は来なさそうな場所だったけどピカピカに輝いて。まあまずはここだね。いるんだろ。はてな、ん、これ干からびたお花が備えられている。お祈りしよう。祈る。誰かさんのために祈ろう。自分で祈るのか。目開けちゃダメ。
本当？開けていいよって言うまで目を閉じていてね。信じるぞ。もういいですね。嘘つくんじゃ、開けていいか！もうこういう詐欺やめてほしいよね。ほんと。ねえ。いいですよっては言ってないよねってこと？もういい加減にしろよ。お前さ。来てんじゃん、後ろ。お前。祈ってあげたのに。開けちゃダメね。開けていいよ、ね。はい、もう。多いですよ、ダメ。開けていいよ、だね。くっそ。開けなさい。開けなさい、開けなさい、美味しそう。乗ってくれてありがとう。まだだ、まだ詐欺でしょ？オッケーかい。言わなかったじゃねえかよ。開けていい。歯茎のお面って。歯茎のお化けにそっくりなお面。大きな口しかない。不気味な感じがするから被るのはやめておこう。久しぶり。ハイビル。あ！お前ここか。花が咲いている。あ、6！ 1がないのに。小鳥様、じゃあ行ってくるよ。お、丸文字の目も9。胸が痛い。呪いのせいなのか、頭の中がぐちゃぐちゃになっちゃう。何も思い出せなくなってる。もう大丈夫だよね、そっちは。どうやらメモは10でラストだね。1234、あれ ?1234567890、 あと2個かな。じゃあ下手すりゃ花は8の可能性があるね。相変わらずここがどうなってるかわかんねえな。ん？はてな。ん？なんか手紙。私はダメだ。間に合わない。すべてを思い出したとき、私を許してくれるかな？妖怪図鑑カッパは人間の肝とキュウリが大好き。一応キュウリ持ってるよね。カッパイベントはどこで始まるんだろうね。キュウリを出すか、肝を出すか、選べって言われたらどうする？キュウリは貴様には絶対にやれ。肝をくれてやる。これもかな。何？こんなところに紙切れが。お兄さん、こちら、手のなる方へ。目を閉じてみな。おお、あるわ。こんなところに紙切れが。お兄さん、こちら、手のなる方へ。わからへん。手なりません。なった。違う？
んね。ん？なんかある。こんなところに紙切れが。俺ね、スピーカーの位置がね、ちゃんと左右になってないんで、音だけじゃ反応できないんだけど。大西さん、こちら、あてのなる方へ。なってないよね。こっちじゃないのかな。こっちかな。さっき鳴ったし。お、はてな、はてな、はてな。これか。ちゃうんやな、多分。わかんない。ちょっと一回リセットして考えよう。それじゃあね、空き缶イベントくん、空き缶イベントは、ね、この辺